ほぼタイトル終了にクロップを気持ち表明。クロップ監督は、チームのタイトル争いが終わった可能性について次のように語った。答えは非常に簡単だ。前半にあのようなプレイをしたら、どうしてリーグ優勝できるだろうか？後半のようにプレイすれば、試合に勝てる。試合に勝ち、最後まで残れば、どうなるかわかるだろう。リバプールがリーグ優勝を果たさないといけない。クロップの言う通り、逆転を過小評価してはいけない。後半のパフォーマンスが鍵だ。希望を失ってはいけない。まだまだ試合は続く。何が起こるかわからない。あんな結果では、リバプールはタイトルにふさわしくないだろう。言い訳は不要。リバプールはタイトル争いから脱落。もうクロップは終わりだ。もう肩書きなんていい。クロップ、もっと泣いていいんだぞ。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。